はソフトを変えて、はい、影をつけていきます、これ作業的には なんていう作業になるんですかね。影付け、その厚み出し、立体出し。まあ特にないですけどね。あ、まあ、イラストレーションの完成までの一環というか、工程、まあ、仕上げみたいなことですかね。そうですね、まあ、先ほどは大まかな影を作って、輪郭は取ってないんです。こっからは細かい立体感などを出していく作業で、立体感出しか。あとこれはちょっと変わ、入れるのと入れないのとでは違うんですよね。仕上がりが。まあ、やりすぎも良くないですけど、程よい感じで。ぼかしを用いることでより華やかなテイストに仕上げることができます。Thank you.
桜なので風を作っていきたいと思います。こんな感じです。昇り竜と桜、昇り竜と桜、下の方には山、連山がうっすらと見えています。ありがとうございます。Thank you.